こんばんは、パーソナリティの小林美明です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。若干喋りすぎて声が枯れてまして、今日は起きづらいかもしれませんが、国政報告をされているということでしょうか。そうですね、はい、では今夜はちょっとそのあたりを皆様方にどんなお話をされているのか、はい、少し小出しをしながら。 ありがとうございますなかなかこういう話する機会ないんですね。嬉しいです。はい、国政報告リポートということで、はい、新聞を書かせていただいて、今皆さんにお配りをさせていただいたりしてるんですが、基本的には、まあ、これまでですね、まあ、約当選してから1年5ヶ月のお時間をいただいて、はい、まあ、その中で気づいたこと、感じたことで、それに向かってやっていることというのをご報告をさせていただいてるんですけれども、はい、まあ、本当になる前からいろんなことがやりたいと思ってきましたが、実際になってみてですね、やっぱり日本が大きく抱えている課題、これからずっと考えなきゃいけないのは、東京一極集中、これをどうやって解消して地域に人材を返すか、ここなんだというふうに思ってるんです、はい、でそれをやるためには、じゃあ何が地域に必要ですかっていうふうになった時に、雇用がなきゃいけない、でいい教育が受けられなきゃいけない、そして適切な医療が受けられる、で加えてやっぱり住んでて楽しいとか誇りが持てる、やっぱり歴史文化、自然みたいなところが大事にされてなければいけない、こういうことだと思ってるんです。で福山を一旦出た人がやっぱりもう一回福山に帰ってきて働きたいよねとか、 OB になったら福山で暮らしたいよね、こういう状況を作るというのがテーマかなというふうに捉えて、実はこの1年5ヶ月ですか、特にまあ今年上半期をですね過ごしてきました。実際例えば関東で大地震が起きた場合にはですね、はい、全て その、支配力を持つものがですね東京の方に集中していると、一体日本はどうなるんだろうかっていうふうな心配もあるかと思うんですが、それも合わせてでしょうか。そうですね、やっぱりそういうリスクに対応するということももちろんそうですし、何よりですねやっぱり人口減少っていうのが一番大きい問題だと思うんですが、東京の出生率ってのはこれ 1.0なんですよね。で福山 1.7 ということで、実は地方に行けばやっぱり出生率が高いので、やっぱりある程度地域に若い人たちが帰ってきていただいて、暮らしやすい中で子育てをしていく、でそこでいい教育を受けていくっていうのが、実は日本全体の国の力というか地域の力を上げていくことに必ずつながるというふうに思ってますね。なるほど、はい、少し路線がずれてしまうかもしれませんが、東京オリンピックに向けてですね、東京だけがクローズアップされるのではなくって、はい、それを機会に地方にも海外の方々が来てくださるような、そんなプログラムだったらいいかななんて思うんですけど、そうですね、東京オリンピックパラリンピック、これまた東京だけかっていう話多いんですが、はい、我々絶対そうしたくないというふうに思っていて、東京オリンピックパラリンピックは日本の展示会だというふうに考えてるんです。日本のいいところを凝縮してお店をして、でその中でやっぱり海外の方からもたくさん評価をいただいているのは、はい、日本っていうのは何回も訪れたい場所だねって言われてるんですよね、はい、それは東京行ったら次は京都で広島で九州北海道、いろんな行きたいところあると、でそれを実現するためにまず見せて差し上げるっていうのもありますし、それを機にですねやっぱり地方で受ける環境を作っていくってことだと思います。で一つはやっぱり交通の便がないといけないので、最近増えてきている LCC と呼ばれる安い飛行機ですね、はい、これをなるべく地方空港に飛ばしていただいて、成田からすぐ広島に飛んできてもらう、で来てもらったら外国人の方が観光しやすい、やっぱり観光案内は英語じゃないといけないとか、はい、最近だったら、まあ、スマホで同時通訳ができたりとかですね、こういうのもあるので、こういう環境を作っていくっていうのがこれからの 6,7 年の重要なテーマだと思いますし、何よりその地方にですねお金を落とすとか雇用を作るのの一番いいのは観光なんです、はい、でこの福山もたくさん魅力があると思ってますね。実際今観光のですね事業の創出というのも地元の方々と一緒にやらせていただいてます、はい、まあ、全て日本全体がこう潤うように、そうですね、はい、そして住んでる人たちが本当に幸せを感じられるような、はい、そんな世の中になればいいかなっていうふうに思いました。そうですね、やっぱりこの半年のテーマはですね、はい、とにかく行動するということをやってます、うん、要は正論ばっかり言っててもですねやっぱり動いていかないと結果が出ていかないので、はい、やっぱりこれをテーマにですね地元の皆さんと一緒にやってるので、いい成果が皆さんに発表できるですね、頑張りたいと思ってますので、また応援をよろしくお願いします。はい、皆さんからのご意見もまた感想なども伺いたいと思います。この番組宛てにどうぞメッセージをお寄せください。メールアドレスはアルファベット5文字で deban@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは 084-920-8765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。
レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。この番組は興和物産カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は第38代広島県立福山静止館高等学校校長山口哲司さんをお迎えしています。山口さん出番です。はい、こんばんは。はい、山口さんようこそお越しくださいました。ありがとうございます。この間の3月まで静止館高校の校長先生だったということ で、はい、今は卒業されてカープの応援に忙しい。そうですこの間も出演の交渉のご連絡をした時は東京ドームで東京ドームです応援をされてたということで、はい、いいですね、羨ましい話ですけれどもでもこれ38年間ですか、教員36年、7年間ですね、教員を務められて、最後は卒業校である母校で校長先生。そうですね、まあ、卒業生として、まあ、自分の母校へ行ったということでね、やっぱりなんか思い入れというのがね、はい、ありましたね、はい、今日は校長先生だからこそちょっと聞ける話をいろいろ聞いていきたいと思いますがそもそもですね、教育省を選ばれたきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。もう昔のことなんで忘れたんですがね、多分中学校の時に前の子に教えてて、こう僕の方がうまいじゃない教えるのが、はい、いうぐらいがきっかけかなと思って、で、まあ、それと数学を専攻したんで、数学を楽しさをみんなに教えたいなというのが多分きっかけだっただろうと思いますね、はい、そういうちっちゃい時のいい記憶っていうのがあるんですよ教えてあげてよかったな。そうです、はい、そういうのって残ってますよね、最終的に。そうですね、なんか人生の決断をするときですね、はい、実際こう教育現場ずっと待たされたわけですけれども、その中で一番こう大事にされたことっていうのは何かありますか。今振り返ってみると、やっぱり子供にっていうか生徒に対するやっぱり愛情だろうと思います。この子を何とかしたい、まあ、教育の目標というのは人格の完成というのがあるので、この子が将来要するに日本に役に立っていきたい、そういう子に育っていくためにはやっぱりずっと支援をしていかなくちゃいけないし、そこの愛情というのがやっぱり一番大切なんじゃないかなというのが思いましたね、はい、愛情ですね。でこういうこう話をするとですね、まず一番最初にちょっと気になるのは、やっぱりそういう愛情を注ぐのはもちろん学校の先生もそうでしょうし、一方で保護者の方、ここの愛情ももちろん重要だと思うんですけども、はい、まあ、最近非常にこう保護者の方と教員の方のですね対立があったりとか、まあ、いろんなご相談の中で教員の方がすごく精神的に病んでしまうと、こういうことも起こっているというふうに現実起こっているんですが、実際ここの課題ってどういう現状なんでしょう。現状としてはですね、やはり学校教育現場が、まあ、いわゆるこうマスコミ関係の踊らされてというか、まあ、お客さん感覚になっている、私の感覚で言えばお客さん感覚になっている、やっぱり当事者で、はい、やはり社会に出て通用する社会の役に立つ人間を育てていくためには、そのいわゆる一番充電器なんで、そこのどこをどうしていくかというのがやっぱり一番大切なことだと思うんで、ね、やっぱりこれはまあ教育というのは一つの経験がいりますので、若い先生方にはなかなかその要求に対する課題がなかなか見出せない部分があって、お客様感覚で好きなことだけしてればいいというのをやはりどう対応していくかやっぱり難しいと思いますね。そこをどう解いていくかというのもやっぱり教育者の仕事だろうというふうに思いますので、はい、やっぱり若い先生方頑張ってもらいたいなと思いますね。そうですね、保護者の方が、まあ、お客様感覚で来てしまうと、でそこが難しいというと、一概全部じゃないんですがね、やっぱりそういうところもある程度見られるんじゃないかなというのが思われますんでね、はい、うん、まあ、一緒になって、子供を支えて後ろから背中を押してやっていくという構造が一番いいんだと思うので、ええ、向かい合って対立してしまうと、対立の中にはもう発展的な構造出てきませんので、はい、子供たちが間に挟まって結局どっちかへ飛んでいくしかないので、ええ、やっぱり一緒に後ろ背中をちょっとこう軽く押してやるというのがやっぱり保護者と学校の関係だろうと思いますね。例え話でおっしゃってて分かりやすいなと思ったのが、柔らかいボールだと思いなさいとおっしゃってましたよね、はい、お子さんのことを。そうですね、柔らかいボールだって両方から押したらずっとこう弾けるというか、横に膨らむ、膨らんでいきますよね、でちょっとの力の加減でどっちかへ飛んでいきますよね、はい、対立が強くなればなるほどどっちかへ飛んでいくんですよね。それを同じ側に立ってボールをプッと押してやったら転げて前に行きますよね、はい、この関係が一番いいんじゃないかなと。ここをどうやって作っていくかというのは学校と
家庭のやっぱ連携というのが一番重要になってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう意味では教員の方の重要な仕事の一つは保護者の方との信頼関係づくり、こういうものもやっぱりあると思いますね。やっぱりそれはやっぱり先ほど言った愛情で一生懸命になっていくというのもね、そこをどうやって見せていくかというのも大切だろうと思いますね。はい、実際山口さんは広島県の高等学校協会の会長も務められたということで、はい、まあ、様々な現場を見てこられたというふうに思うんですが、実際にですね、今のこの広島県下もしくは福山市内のですね、教育の現状とそして何かこう課題みたいなのがあれば教えていただきたいんですが、まあ、県下全体、まあ、校長協会の会長ということで県下全体のいろんな学校の校長さんと話をする機会がたくさんありましたので、いろんなことがあったんですが、やっぱりこの10年、12、3年ですごく学校変わっていった、まあ、それも学校の努力もあるし生徒の努力もある、保護者の努力もある、それと教育委員会の支援もあったし、まあ、そういうことで大きく変わってきて、まあ、例えば精子館はトップリーダー校で進学校を目指していく学校を生徒をどうしていくか、で例えば具体的な名前出す、例えば雪高校なんかは地域の産業をどうやって起こしていくか、蜂蜜とナマズですかね、あれをやって、はい、非常に学校の活性化に、要するに町の活性化に結びつけていく、ああいう個性を出していくというか学校の特色を出していく、それとか工業とか商業はいわゆるスペシャリストの採点というとかいろいろやって、自分たちがやっているものをアイデアを企業とタイアップして何か作っていったり、そういうことをするいわゆる特色作りをものすごくやってますので、そういう意味で言えばそれぞれがの特色を生かして子どもたちをどう社会に送り出していくかというシステム的にはもう本当成果が上がってきてるんじゃないかなというふうに思います。はい、ただ課題といえば、例えばもう教員で言えば時代のいわゆるっていうんですかね、年齢構成がいびつになってますので、あと10年すると半分は入れ替わるので、はい、このところがちょっと難しいなと言って思いますね。10年経ったら非常に線が細くなって若い層だけがこう増えて、はい、10年ぐらい前の採用は高校で県下全体で10人ぐらいだったんです、今は100人ぐらいですがね、100人超えてますが、やっぱりその付けが回ってくる時代が来るんだろうと思います。はい、その時にどうやっていくかというのもその課題だろうと思いますね。それと、まあ、広島県全体を見るとやっぱり人口の過疎地とか都会に集中とかいう問題もあって、その学校の本来の高校のあるべき姿というのをどうすべきか、多分今年昨年答申出て県も方針出しましたんで、そこからどう作っていくかというのも一つのこれから見守っていかなくちゃいけない課題だろうと思いますね。これでも先生の確保というか教員の採用というのは非常に難しいですね。今なかなかこう、まあ、お給料もそんなに、ね、いいものではやっぱりないじゃないですか。一般の上場企業に比べるとやっぱりお給料はそんなに高くない。一方で夏休みやこう、ね、春休みが生徒さんはあるんで休みがあるように聞こえますけど、実際現場は全くそんなことないじゃないですか。でこういう状況っていう中でこう素敵な方というか、やっぱり保護者から信頼される教員の方をこう採用する、もしくは育っていくというのは非常に難しいのかなと思うんですが、実際どうですか。難しいと思いますね。まあ、採用、まあ、大学生の採用が今頃はもう3年の終わりからいう解禁になってやってきますが、教員採用試験は夏ですので、やっぱりそれだけの大きさがあるし、で最終的に決まるのがもう2月3月ですので、なかなか不安、大学生にとって不安だろうと思いますよね。だけ例えば私が教員になった時に最終的に決まったのが3月の29か30なんですよね。それで赴任地が初めて分かるようなところで、まあ、それまでは卒業式行ってもどっか分からないという状況で、ああいうやっぱり不安があるので、ちょっとやはり不安がありますよね。それとまあ待遇面とかもいろいろありますが、やっぱり本番私自身やってみてやりがいのある仕事だし、それに対するペイというのは当然すべきであって、はい、でその辺もまあ社会全、これはまあ社会全体の問題だろうと思いますんでね、それとまあやらないけんことが、要するに今日学校に求められる課題というか求められるものがだんだん広がってきて、で中にあるスペースがだんだん狭くなってきて、一人が抱えるものがすごく多くなって、
あのこの辺も非常に課題じゃないかなと思いますね。だから先生方がほんまもう救急して頑張って、もうほらあの涙ぐましい努力をされているのがもう例えば校長として見ていても思いますから、あの大変だなと言って、あの辺がなんか改善ができないかなというのはなかなか言えないですがねいや本当にでも恥ずかしい限りですけど、日本の教育に対する予算というのは OECD の先進諸国の中では本当に低いんですよね。これがまあ我々の一番反省しなきゃいけないところなのかなと、政治家としてはですね、あるものですから。特に高校生の時とか中学生の時って副担任の先生いたんですけど、小学校って本当お一人ですよね。小学校はもうクラスに持ったら朝から帰るまでずっと休憩ですから ね、お昼ご飯も一緒に食べてって言ったら、まあ定数があって、やっぱりそのね、あの一番少ないのが小学校、それから中学校、はい、で高校が一番優遇されて、小中高で言えばね、まあ、特別支援学校も ありますが、まあ、要するにそういうところでいろんなところで優遇されたんだけど、やっぱり小学校中学校のこともちょっと考えて定数を変えていくのがいいんじゃないか、やっぱりちょっとしんどいんじゃないかなというのは思いますね、実際も、ね、夜も多分9時10時ぐらいまで働いてるのが当たり前になってますよね。土日も出たりね、あの辺が大変だろうと、どうですかね、もう全て含めて教師ですから、はい、あのやはり大変だろうと思いますね、はい、あのそれを何とも思わなければいいんですが、でもやっぱりそれはやっぱり人間ですから、忙しいと思った時にはやっぱりどっか休んで、やっぱり人に教えるということは自分に余裕がないと教えられませんから、そうですね、やっぱり余裕を持つ時間というのをどこで作るかというのは、ね、切り替えを上手やっていかないとなかなか難しいと思いますね。そうですよね、うん、とても大変なご職業だと思いますし、やはりそこにはですね、理解と感謝があると先生方もあの疲れていても頑張れるよみたいなところがきっとありになるんじゃないかなっていうふうに思いますので、はい、山口さんがおっしゃったように三方がうまくこう連携が取れるといいですよね、はい、先生と保護者とそして生徒たちっていうことですよね。ではこのあたりでちょっとブレイクです。山口さんのリクエスト曲をここでお届けしたいと思います。どうぞご一緒に歌っていただきたいと思いますが福山静止館高等学校の応援歌で人口の響きをどうぞ。今夜はゲストに第38代広島県立福山静止館高等学校校長山口哲司さんをお迎えしています。はい、後半も山口さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで前半はこう、まあ、様々な課題があったり、まあそれに向かって解決もされてきたので、この十数年間で、まあ、広島県下の教育というのはかなり改善をされてきたというふうに思うんですが、これ一般の感覚でですね、校長先生って普段どんなことを考えてらっしゃるのか、でその学校を多分改善をするっていうことを考えてらっしゃるんですが、どういうふうにこうプランを立てられているのか、こういうのをちょっと教えていただきたいんですけど、まあ、学校にはそれぞれ課題がありますので、学校行った時に、例えばまあ赴任した時に、その学校 の、まあまあ、最初に学校で何をすべきかという定義をきちっと自分の中でつけて、それのメリット、デメリット、現状をどうあるかというのを把握を全部して、でどこに一番ポイントを置かないとはいけないかというところを考えて、それでこの年はこれやる、2年目はこれやる、次の年は3年目はこれやるというステップアップを考えていって、それでそこに集中的に取り組んでいくというのを、まあ、赴任した当時はもうすぐ、例えば最初の1週間ぐらい、はい、1週間じゃないんですが本当は、3日ぐらいで考えないといけない、赴任するまでのところで考えて、もうこれでやっていくというのをある程度先生方に示して、はい、これでやります、やってくださいと言っていく。あとはまあ大きな数もいいですから、政治家なんか数が多いですから、あとはそれぞれの分担のというか文章のところでやってもらうしかないですから、方向性を示すというのが大切ですね。今の政治家の、まあ、最後の校長を務められる前はですね、副将で東方中学、はい、もうこういろんなところの、教頭先生も務められたりとかこうされてると思うんですけど、具体的にですね、この学校の名前はいいので、例えばこういうところがポイントだったってありますか？まあ、中学校行った時に非常にちょっと荒れてた学校なんですが、どこにポイントがあるか、生徒が問題のことを起こす時にもうどうしても大倉叩きになるんですよね。じゃなくて根本をどう変えていくかというところで、はい、まあやったのは挨拶とか掃除とかボランティアを、ね、そこへポイントを入れて、とにかく丁寧に見ていく、
いうのをずっとやった。あの子供でも私はずっと公務員に立って何で、まあ、挨拶もするんですが、何をするかというと子供の変化を見るんですね。あ、この子ちょっと今日なんかおかしいな、担任呼んですっぱいこの子なんかあるという形のものを、まあ、事前にこうしっかり見てやると子供が変わってくるんですよね。でここまで見てくれてるのかという、でずっとまあ1日のうちに2時間を私は見て回る、で、まあ、先生も当然見てもらわなきゃいけないんですが、生徒も見てもらう。でもう授業中の雰囲気とか子供の態度を見ておかしいと思った時にはもう感覚的にすぐ、あの、まあ、その場で、まあ、指導することは、まあ、あんまりないですが、あの担任とか言って、この子はこうだったよと、ここをちょっとちゃんと聞いてみなさいとかいう形で、あのどうやっていくかというそこのポイントだけを押さえてやれば子供は変わってくる。だけどやっぱり一番あのどういうんですかね、そういうところのポイントが押さえて、あの2年3年間おったんですが、その中学校に、はい、1年目はこれいつも指標に出すんですが、ガラスが15、6枚割れとった年間ね、はい、で3年目の時には1枚か2枚、まあ、不可抗力ありますので、それがもう明らかに学校が落ち着いて、授業中もあの手を挙げる声とか拍手とかそういう声が多くなって、もう、ま、あの明らかに学校変わってきたな。学校、子供が一人でも変化したら先生が喜びますから、この変化で先生らが元気で、だからそこをどうやって作っていくかだと思う、まあ、あとは もうあの次の学校もそうだと思います。そういう子どもの小さな変化によって先生らは元気でくるというところで、そこをどう演出していくかという、まあ、単純にはプロデューサーみたいな、コーディネーターというかプロデュースしていくかというのが一番大事だと思います。だから方向性を間違ったら、はい、学校ぐちゃぐちゃになるので、そこをどうポイントを押さえて、一番のポイントの根っこは何かというのをどうやって見つけていくかが一番大切だと思いますね。いや、説得力ありますねというか、いや本当にますますなんかこう活躍いただきたいと思うので退職されるというのは本当残念な気持ちになっちゃいますけど、まあ、いろんなこの後もあるんでしょうけれども、もう一つあの聞いてらっしゃる保護者の方にですね、教えていただきたいのは中1ギャップという言葉がありますよね。これもなかなかこう重要なポイントがあるというお話が以前に伺ったことがあるので、はい、ちょっと教えていただきたいです、はい、あの以前あの中学校の時にあのパンフレット作って、家庭での家での6つの約束で作りまして、アンケートをずっと継続的に取って、でどこでどういう変化があるんだろうかなという時に、あの変化があったのが小学校4年のところと中学校1年で、これはあの一番大きな変化は親との対話なんですよね。親が見なくなるとか、前の日の準備をしなくなるとか、ほんの小さなことなんですが、おそらく普通家庭で考えてみると、小学4年ぐらいになるともう大きくなったんだから、実際になったんだから自分でしなさいという話で、何かあってもすっごいそれがいいと思うじゃなくて、で中学校の時、あんたもう中学校になったんだから自分でできなダメよという形で、まあ、手を離すというんですが、まあ成長したんでこれをちゃんとしないといけんと言って思うんですが、やっぱりあの時にどれだけ愛情が本当にかかった手放し方かというのが一番ポイント。あくはもう極端に数値で下がってきますので、だ中1ギャップと一般的に言われたらいろんなことがあるんですが、やっぱり中1ギャップ、本当にその学校で中1ギャップは何かというのを捉えるべきだろうと、それでそのポイントを押さえてそこを取り組むというのをしないと、一般論でいうとあれもこれもあれもこれもなってくるので、結局何もしないと一緒になるので、はい、あのもぐら叩きになると思います、ね。まあ、教育論って、ね、明確な答えがないですから、言葉の定義というのは大変重要ですよね。やっぱりこういうことをしっかりやらなきゃいけないと思うんですが、最後にですね、今後の教育について何かお考えとかあればちょっとお伺いして締めたいと思うんですが、はい、あのまあ、今広島県ではあの広島で学んでよかったと思える日本一の教育への創造ということで島崎教育長さんがずっとおっしゃられていますが、まあ、あの県としてもそれを、校長会としてもそれをあの学校で具体的にどうするかというのを今一生懸命考えてますので、学校の特色を出しながらそれぞれの取り組みをこうやってますので、あの一緒になって保護者も家庭も一緒になって取り組んでいきたいなというふうな、これができればまた変わってくるんだなっていうのを思います。それともう一つあの学校行って思ったのは、講師で思ったのは、生徒にもっと高い志を持ってほしいなというのが、将来を例えばね、小林さん政治家、政治家をしたいとか総理大臣をしたいとか、もうそういうのがね実は少ないんですよね。もっともっとね、自分将来こんなになりたいとか、今の生活のままでいいとかいうのってなってしまうんで、もっともっと高い志を持ってあの
単純に言えば高校に入学してほしいなというのをもうずっと思ってました。だからそのためにはどうすればいいかというのは先生らがしっかりしてくれますので、はい、高い志を持って、はい、もう子どもたちはもう可能性をどんな子でも秘めてますの で、 そうです、ね、どうやって引き出していくかが学校の先生の仕事なんで、そこをどうやってお互いに、要するに学校と家庭と生徒、はい、三者一体になってこれからそれぞれのところで一生懸命頑張ればもっともっと良くなっていくんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱりね、いや本当に意外と若い人たちってすごく若い子たちって現実的になっていて、そうなんです、もっと本当は目的持ってそれを達成するためにじゃあ高校で何勉強しようか、で大学行くのか専門行くのかそのまま就職するのかって、こういうふうに選択してもらえるような、でそれをサポートする保護者の方と、まあ、教育者の方のパートナーが、はい、これを機にですねできていくといいなというふうに思います。ぜひ矢上さんにますますご活躍いただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストは第38代広島県立福山静止館高等学校校長山口哲司さんでした。はい、それでは今夜もお相手は小林美明とアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産、カネソ22の提供でお送りしました。